金正男暗殺事件は2017年2月13日にマレーシアのクアラルンプール国際空港で金正男が顔面に神経剤 VX を塗られ毒殺された事件。金正男は2017年2月6日にマレーシアに到着し2月8日にはリゾート地として知られるランカウイ島を訪れていた。2017年2月13日金正夫は マカオ行きのエアアジア便に搭乗するため、クアラルンプール国際空港の LCC 専用ターミナルの3階出発放流を訪れた。午前9時ごろ、自動チェックイン機の前に立っていた、キンマさんは、突然2人の女性から襲撃され、猛毒の神経剤 VX を顔に塗られた。マレーシア警察によれば、キンマさんは、攻撃を受けた後、空港の受付スタッフに対して、誰かが、 背後から掴かみかかり、顔に液体をかけられたこと、及び一人の女が液体を含んだ布を顔にかぶせてきたことを報告していた。金馬さんは、その後、自ら歩いて、クリアニいの、ムナラメディカルクリニックに向かい、治療を受けた。治療に当たった医師の証言によれば、この時の金馬さんは大量の汗をかき、顔の痛みを訴えており、クリニックに入って間もなく、痙攣を起こして、 意識を失い、口から血や泡を吹いた。金正夫には、気管挿管が行われ、1mg のアトロピン及びアドレナリンが投与された、ほか、口の中から、唾液や血液、嘔吐物を吸引して取り除く必要があった。その後、空港内の診療所では、救命ができないと判断され、金正夫は蘇生装置を顔に取り付けられた状態で、担架に乗せられ、 空港の関係者専用エリアを通して救急車に運ばれた。しかし、金馬さんはプトラジャヤ病院へ搬送される途中に救急車の中で心肺停止状態となり、午前11時に病院で死亡が確認された。金馬さんは、キムチョルという偽名を使用して旅行していたため、マレーシア当局が死亡した男性を金馬さと特定するまでには時間がかかった。 死亡時、金正夫はバックパックに10万ドル余りの現金を入れていたほか、金チョル名義の北朝鮮国籍のパスポートを4つ所持していた。遺体の動向が固まり縮んでいるという不審な点が、医師から警察に伝えられ、金正夫が残した言葉や、医師の報告をもとに、マレーシア警察は殺人容疑で捜査に乗り出し、事件番号は、 2017年2798号とされた。2017年2月15日、マレーシア警察は実行犯の一人として、ベトナム人の28歳女性を逮捕した。A は空港の監視カメラの映像により実行犯と特定された。2月16日、インドネシア人の25歳女性が二人目の実行犯として逮捕された。同日には、 B の交際相手であるマレーシア人の26歳男性も事件に関連して逮捕されたが2月24日までに釈放された。2月17日、北朝鮮人の46歳男性が4人目の容疑者として逮捕された。この男性はマレーシア在住でトンボエンタープライズという企業の従業員であるとされた。逮捕された A は警察に対し自分と B は 他の4人の男と共に旅行中であったこと、クリア2に到着した直後、B がハンカチでターゲットの顔を打っている間に何らかの液体をかけるよう4人の男から指示されたこと、一連の行為はいたずらであると説明されていたことなどを供述した。空港の監視カメラには、A と B が金正男を襲撃した後、別々のトイレに急いで向かった様子と、トイレを出た2人が、 空港のタクシー乗り場に向かった様子が映し出されていた。A は事件当日の午前9時30分頃にタクシーに乗り込み空港を去った。2月19日、マレーシア警察は暗殺事件の容疑者として国外にいる4人の北朝鮮人男性を指名手配した。4人はそれぞれ33歳、34歳、55歳、57歳であり、 全員が事件当日にマレーシアを出国していた。4人の身柄を確保するため、マレーシア警察は国際刑事警察機構をはじめとする外部機関の協力を要請した。匿名の情報筋によれば、4人の容疑者はマレーシアを出国後ジャカルタ、ドバイ、ウラジオストクなどを経由して、ピョンヤンに帰還した。4人の他にも、マレーシア警察は国内にいる3人の 北朝鮮人男性の行方を追っていた。3人はマレーシアの北朝鮮大使館に逃げ込んだが、最終的に権威が晴れたとして、平壌に帰還することを許された。2月22日、マレーシア警察長官、カリドア・ブバカルは、金正マサオの殺害が計画的な行動であって、逮捕された2人の女性は暗殺を実行するために訓練されており、 クアラルンプールの各所で繰り返しリハーサルを行っていたと述べた。アブバカルは、さらに、二人は毒撃物を取り扱っていることを知っていたように見えると主張した。2月23日、北朝鮮政府は事件への関与を否定する声明を出し、マレーシア当局は、韓国と共謀して、証拠を絶造していると非難した上で、交流されている A と B 及び、 北朝鮮人の男性を解放するよう要求した。北朝鮮当局者は死亡した時刻の男性が、金正男であること認めず、男性の死因も、毒物ではなく、心臓発作である、可能性が高いと述べた2月28日 A と B は、殺人罪で起訴され、有罪となった場合マレーシアの法律上自動的に、死刑が適用されることとなった。3月3日、 マレーシア当局により逮捕拘留されていた北朝鮮人の46歳男性が証拠不十分で釈放され国外退去処分となった。釈放後、男性はメディアに対し、マレーシア警察から罪を認めなければ家族に危害を与えると脅迫されたと主張した上で自分が逮捕されたのは陰謀の一部であると述べた。他方、マレーシア警察は男性による主張を断固として 否定した。3月16日、インターポールは、平壌に逃亡した4人の北朝鮮人を国際指名手配した。マレーシア警察の捜査員によれば、金正男暗殺の6ヶ月前、日本人の友人に対して、私の命が狙われていると話していた。複数の専門家が、金正男の暗殺は、イボテイである北朝鮮の最高指導者金正恩が、 指令したものである可能性が高いと指摘している。2017年2月15日、クアラルンプール病院の遺体安置所で、金正男の検視が実施された。検視当日、病院には数人の北朝鮮政府関係者が訪れており、金正男の遺体にそのような措置を行われることに反対していた。マレーシア当局は後にコメントを出し、解剖が実行に移されたのは、 北朝鮮側が正式な異議申し立てを怠った結果であると述べた。検視を担当した病理医は、金正男の肺、脳、肝臓及び膝が毒物によるダメージを受けていたと証言した。また別の病理医は、金正男の尿から毒物の痕跡が検出されたと証言したほか、血中コリンエステラーゼロードの低さは、 神経剤もしくは殺虫剤に被爆したことを示唆していると述べた。マレーシア警察は2017年2月24日、解剖後に行われた検査の結果、金正男の顔面部から猛毒の神経剤 VX が検出されたと発表した。専門家によれば、VX はバイナリー兵器として用いられる場合があり、金正男は二人の攻撃者から、 VX の戦具体となる2種類以上の化学物質を塗り付けられた可能性がある。バイナリー兵器による暗殺では攻撃者自身が毒物によって死亡することを避けることができる上に戦具体となる化学物質を別々にマレーシアに持ち込むことで当局が毒物の持ち込みを発見しにくくなるという利点があることが指摘されている。一方で 容疑者の一人である B は攻撃実行後にタクシーの中で嘔吐したこと、その後も気分が悪い状態が続いたことを報告している。2017年3月10日、マレーシア警察による検視の手続きが完了し、長男の金管律から提供された DNA サンプルによる検査の結果、遺体は金正夫のものであると正式に確認された。その後、金正夫の遺体は、 マレーシア保健省に引き渡された。マレーシア保健省は遺体を23週間保存するためにエンバーミングを行った上で、その間金正男の遺族に遺体を引き取る猶予を与えると発表したが、遺族は引き取りを断り、マレーシア当局に遺体の処遇を委ねた。最終的に金正男の遺体は3月31日に、 北朝鮮の首都ピョンヤンに供与されることとなったが、息子の金管律は北朝鮮側への引き渡しに反対していた。金正男が死亡時に着用していたブレザーとバックパック、腕時計は分析のため、マレーシア警察の科学部門に送られていたが、その後北朝鮮大使館関係者に引き渡された。2017年10月2日、暗殺の実行犯として、 殺人罪で起訴された A と B の初公判が、シャーアラムのマレーシア高等裁判所で始まった。両被告は共に無罪を主張し、北朝鮮の工作員らに、テレビ番組のためのいたずらであると騙されて一連の行為に及んだと主張した。この初公判において、マレーシア政府の科学者は、A の爪や、白い上着、B の袖なし T シャツなどから暗殺で使用されたと見られる、神経剤。 VX の痕跡が検出されたと証言した。この証言は二人の被告と VX を結びつける最初の証拠となった。別の病理学者は、金正男が死亡した唯一の原因は VX であったと証言したほか、検視報告書によれば、金正男の遺体からは、糖尿病、高血圧、痛風などを治療するための6種類の薬の痕跡が検出された一方で、 北朝鮮政府が死因として主張していた心臓発作を示す証拠や兆候は見られなかったと指摘した。毒物の専門家は金正夫のバッグから VX を含む神経剤の下毒剤として用いられるアトロピンの小瓶が複数発見されていたと証言した。2018年1月31日、マレーシア当局の捜査員が証言し、B は事件の数週間前、 クアラルンプール市内のショッピングモールで日本人と偽った北朝鮮人によってスカウトされ日本のお笑い番組に出演するものと信じていたと述べた3月14日 A の弁護士は a の友人であるバー経営者のベトナム人女性の供述調書を読み上げた供述調書の中でバー経営者の女性は a がリト名乗る男によってスカウトされた経緯を語っており 2016年12月27日に自分と夫がハノイで経営するバーに李が訪れ女優としての仕事を依頼してきたが断ったこと李から他の女性を紹介するよう頼まれ友人である A と引き合わせたこと李がバーにやってきた A に対し空港でのいたずら動画の撮影について説明していたことなどを証言していた AB 両被告の弁護士らは 二人は毒物を取り扱っていたことを知らされておらず、逮捕されていない四人の北朝鮮人容疑者のスケープゴートに仕立て上げられているのだと主張した。3月20日から始まった後半で A の弁護士は事件の約10日前である2017年2月2日にベトナムのノイバイ国際空港で撮影された監視カメラ映像を上映した。映像の中で A は ベトナム政府関係者の男性に後ろから近づき、男性の首に突然つかみかかるといういたずらを仕掛けていた。2018年6月27日、裁判の最終陳述が開始された。8月16日、マレーシア高等裁判所は審理の継続を決定し、裁判は2018年11月から再開されることとなった。この決定にあたって、 高等裁判所の判事は、証拠は不足しているものの事件が政治的な暗殺である可能性は排除できないとしたほか、監視カメラの映像は両被告が毒物の取り扱いを認識していたことを示しており、テレビ番組のためのいたずらという説明は不自然であるとの見解を述べた。インドネシア政府がマレーシアの司法長官宛に送付した B の釈放を 要請する所管2019年3月 B の基礎が取り下げられ B は釈放されたこの釈放はインドネシア政府からの B の釈放要請にマレーシアの司法当局が応じた結果であったことがメディアによって報道され後にマレーシアの司法長官もその事実を認めた B の基礎が取り下げられたことを受けベトナム政府は A にも同様の措置を取ることを マレーシア政府に要請したが、マレーシアの検察当局は、この要請を却下し、a への裁判を2019年4月から再開すると発表した。要請が却下されたことを受け、ベトナム外務省は、マレーシアの検察による決定への遺憾の意を表明し、公正な裁判が行われることを要求した。東南アジア情勢の専門家は、マレーシア司法当局による差別的な決定が、 マレーシアベトナム両国間の外交関係悪化を引き起こす恐れがあると指摘した。2019年4月1日、A の素因が殺人罪からより軽い危険な武器や手段によって故意に障害を負わせた罪に変更され、A は変更された罪を認めた。A は3年4ヶ月の禁錮刑を言い渡されたが、刑期は2017年2月の逮捕時から計算され、 刑期の減免も受けたため、2019年5月3日に釈放された。2019年12月13日、朝日新聞は捜査関係者から入手したとする元被告 B の発言録を公開した。発言録は、逮捕後の B が、拘置所での3日間の面談で、インドネシアの外交官や弁護士に話したもので、内容は以下の通りである。B は、 事件の6週間前の2017年1月5日、クアラルンプールのナイトクラブで主に日本人客の相手をしていた際に、自称日本人カメラマンの男、ジェームスから声をかけられ、日本で放送される、いたずら番組への出演を持ちかけられる。出演料は400リンギットであり、本業のマッサージの4日分の稼ぎであった。翌日から、クアラルンプールの商業施設で、 撮影訓練が始められ、手本にベトナム女性が通行人にローションを塗る、いたずらを見せられ、出演者は自分だけではないと信じ込まされた。B も同様にそれを真似て演技をし、400リンギットを受け取る。撮影訓練は5日間続けられ、飲み込みが早かったため出演料が600リンギットに上げられた。B はまた、スカウトマンのジェームスを異性として意識しており、 携帯電話にはジェームスの動画を保存していた。1月21日にはカンボジアのプノンペン空港に移動し1時間で3回の撮影をこなした。その時からカメラマンはジェームスの同僚で自称中国人チャンに引き継がれたがチャンはインドネシア語が堪能であったためすぐに打ち解けた。いたずらには油やペッパーソースも使用された。2月に入ると クアラルンプール国際空港で4回の撮影を重ねた。出演料はさらに上がり、1日200ドルとなったほか、ちゃんからは25歳の誕生日に600ドルをプレゼントされた。実験当日は B はロビーのカフェで落ち合い、手順を打ち合わせた。いい演技をしてくれたら、また仕事を回すと言われ、いたずらの相手は怒りっぽいので、いたずらが終わったらすぐに空港を離れるよう指示された。 B は相手に殴られたり警察を呼ばれるのではないかと心配をしながら、ちゃんと自動チェックイン機の近くで待ち伏せた。20分後に金正男が現れ、ちゃんが垂らした、ベタベタしたオイルを両手になじませると、正雄の顔に塗りつけた。その際、正男は、お前は誰だと叫び、B は、ごめんなさいと謝り、逃げようとした際に、 B を見つめるマサオの顔に誰かの腕が伸びてきた。B は事前に打ち合わせでもう一人の女性も参加すると聞かされており、その女性を無視して逃げる、ようちゃんから指示されていた。B はトイレに駆け込むと手を洗った。手についたオイルは車の修理工場のような匂いがしたが、痛みは感じなかった。B はタクシーでホテルに戻ると出演料が未払いであったため、ちゃんに電話をしたが普通だった。 その時には、チャンはすでに出国していた。2月16日、B は、ホテルの自室にいるところを警察に逮捕されたが、いたずら番組の撮影だと思っていた。相手が死んだことも知らなかったと容疑を否認した。ありがとうございます。